いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2019年式、ポルシェ・マカン、ファーストエディションを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石、左フロントドア、リアバンパー複数箇所に線絶れ、 右リアドアにへこみがございます走行距離に関しましては約3万3000キロ走ってるお車ですボディカラーはジェットブラックメタリックインテリアはブラックレザーが採用されておりますポルシェの都市型 SUV 車両として高い人気を誇るマカンでございますこちらのお車はマカンファーストエディションということでマイナーチェンジ後のマカンにスポーツクロのパッケージやシートヒーターをはじめ 数多くのオプションが標準で施された一台となっております。エンジンスペックに関しましては、2リッター、直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は252馬力でございます。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元には純正19インチのアルミホールが装備されたお車です。合わせてトランクスペースの紹介です。 トランクに関しましては、電動での開閉となります。トランクスペース、十分な広さが確保された一台です。スーツケースに関しましても、複数個収納することが可能となっております。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きまして、インテリア、紹介させていただきます。インテリアに関しましては、ブラックレザーが採用されております。運転席、助手席、若干ではございますが、 使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。また、アダプティブクルーズコントロールにより、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正の PCM ナビゲーションが装備されております。また、バックギアに入れていただきますと、 360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されております。走行モードも用意されており、ステアリング近くのダイヤルにて変更が可能です。サスペンションに関しましても3段階での変更が可能となっております。フロント領席にはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。 続きまして、後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては、目立った使用感がなく、良好なコンディションを保っております。また、後部座席にもシートヒーターが装備されたお車です。今回は2019年式、ポルシェ・マカン、ファーストエディションを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離、約3万3000キロ走ってるお車です。普段使いやスポーツ走行、 家族でのゴルフなど、マルチな活躍が期待できる、マカンファーストエディションでございます。こちらのお車に関しましては、252馬力を発揮するエンジンと、7速の PDK シフト、4輪駆動システムにより、高い走行性能を発揮する一台となっております。また、純正の PCM ナビゲーションや、バックカメラ、アダプティブクルーズコントロール、前後のシートヒーターをはじめ、 数多くの快適装備が備わった一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。